はぁ、エカネこんばんは、ハルゲース。今回は TOTY 特別賞のモドリッチを使っていきたいなと思います。スキル逆足ともに4の選手になってます。能力に関してはですね、RTTK とほぼ同じということになってます。なんか特にあんまり変わってはない選手になりますね。で、プレイスタイルに関しては、プラスが2つついていて、的確なパスのプラス、そしてトリベラのプラスがついているということになってますね。で、他に関しては、まあ、テクニカルだったりとか、パス面ですね。あとはクロスのやつもついているというふうなことになってます。で、今回、ケミストリースタイルは、シャドウをつけて、使っていきたいなというふうに思います。じゃあ、それでは、試合に行きましょう。はい、当たりましたんで、行きます。ルカ・モドリッチです。なんなんでしょうね、今作の特別賞は、能力上げないんですかね。もうこれはちょっと怖いです。怖い。ただ、まあ、モドリッチ自体は、全然強い選手だとは思ってはいます。今の現環境でも通用する選手だとは思っておりますので。で、今回は4-3-2-1の RCM でいきます。まあ、結構今だとブルーノがやってる場所ですね。アウトカーブとかを使いながらですね。ちょっとこう得点とかも生み出していければなというふうに思っております。あとはやっぱモドリッチ特有の軽さというふうな部分も見ていただければと。あの時こうまあ澤さんに似てるような感じで、ナイス。え、もう取ってたよね、今体入れたよね。ほんまにベース利用がだんだんきつくなってきたな。イエース、これだから。なめんなって話、なめんなって話だから、本当にガチで行くよ。こっから来るよ、モドリッチが。おーい、まあかなりやっぱり軽いです。軽い選手であるということ、これはもう何も間違いはない。ただ RTTK と、まあ、パス面がね、プレイサルプラスがついているっていうところが違うっていうだけですから。あとは守備、特にフィジカルでゴリってよりかは、そうね。あ、ちょ、インターセプト。あ、エルゼビオへ。あ、パスやっぱめちゃくちゃうまい。さすがモドリッチ。今のモドリッチやからこそ取った。おっと、いいね。やっぱりすごくいいです。本当にドリブルの使用感とか。あとはボディコントロールみたいなね、部分がね、ちょっと高いからなのか、バランスっちかな、この能力で言うと。高いからか、ちょっとね、なんかぬるぬる、相手を、いなしながらね、かわしていけるっていうのも、一つ、いいポイントなんちゃうかと思っております、モドリッチのね。まあ、あとはケミ。クロアチアがね、ちょっと難しいけど。いいよ。さあ、モドリッチ。ああ、さすが。的確なパスかな、今。出たかな。いいパス出したね。やっぱ今、モドリッチやから今通ったね。確実に。しっかり中盤として、まずはパスというところ。ビルドアップで、まあ、ミスらないというか、本当違い作れるみたいなぐらいタイプですから。それぐらいのパス能力はやっぱりしっかり持ってますね。おお、ナイスキーパー。まあ、あとはブルーの、まあ、澤さんと比べても全然軽いですね。非常に扱いはしやすい。ブルーの澤さん、モドリッチ。こうなかったら一番モドリッチは、軽いんじゃないかっていうふうに思います。持ちやすい。
あとは守備やな、守備。すいません、モドリッチがどこにいるかわからへんよ。あ、これか。あ、今取ってほしいな。ちょっと待って、ほんまにリオがやばいな。ほんまにリオが取れへんな。もうベースリオの時代は終わりましたか、完全に。さすがにもうベースリオ使ってる人もおらへんもんな、ベースリオなんか。あ、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいね、素晴らしいね。さすがモドリッチという、やっぱ狭いスペースでもしっかりとボールをつなげる、失わない。シャビか、これ Y アイコンだね、シャビ。うわ強っ、カルロサブリト強いね、カピタ。あ、ファンナンド、すいません、ベース量使ってる人いた、ベースかなこれ。でも Y アイコンっぽいな。あ、モドリッチしっかり戻ってる。マジ取れないんだけど、リオが。あ、モドリッチいいよ、モドリッチ。まあ、あとジョッキーは、うん、全然軽いというか持てるという。あ、モドリッチナイス、いいね、ナイス守備、ナイス守備してくれたモドリッチ。あ、クマ。あー惜しい、惜しいけどもね、このルーカス・バスケスのところがめちゃくちゃ狙われてます。金のバスケス、金バスケスがかなり狙われてます。ただ今良かったね、モドリッチの守備。いいよ、ナイスリオ。ほらリオがもう地獄、危な。あ、惜しいよ、ちょっと今狙いすぎたね、狙いすぎた。モドリッチやったらもう全部飛んじゃうかと思って。ナイスモドリッチ、いいね、守備ナイス。そう、あとはやっぱモドリッチの場合はあの後もねちゃんと軽いから、取った後もすぐこう細かく動ける、修正し直せるっていうのがいいところやね。全然守備もねやっぱいいね、悪くない。今なんかちょっと肩押さえたよモドリッチが。あ、汗拭いた、来た、モドリーチ。まあ決定力に関してはこの人本当冷静さがね98なんでめちゃくちゃ高いです。24番、本当にすいません、忘れてました、めっちゃ忘れた背番号変えるの、本当にすいません。モドリッチいいよ、モドリッチ、ああいいね、いいねモドリッチ守備いいね、しっかりしっかりいいね、来たよ来たよ、エウゼワンちゃん、理不尽パス来たー、理不尽パス、エウゼビオ蹴ってほしいな。さすがやっぱモドリッチのパスやね、的確なパスかな、あれついたでかいよ。ただパス能力もともとうまいからな、そんないらへんと思ってますけどね、どうなんでしょうか、恩恵を受けてるんでしょうか。パスももともとうまいからな。あ、ただ素晴らしいパスを見せてくれました。いる位置もねやっぱこの人 AI もね攻守ともに素晴らしいから、賢い、それはかなりいいです。あとここの細かさ、うん、やっぱさすがという感じですね、モドリッチは本当に。うわー、デイビス早っ、デイビス早かったな今。
なあ、ナイスカンテ。あ、ナイス。惜しいよ。あ、ナイスブルーノ。あー、ナイスカンテ。さすがカンテ。さあ、モドリッチ見せてくれ。あ、 AI マジでいいのよね。今のも3人目の動きでちゃんと言ってくれた。あとはクバだったかな、エウゼだったかな、が出すだけでしたね。クバかな。ナイスカンテ、カンテさすが。カンテのインターセプト能力は。いいね。やっぱ発光ね、やっぱかわせるっていうのが、うん、いいですね。素晴らしい。いやー、まあ、ちょっと元に行って使うべきやった。取れそう。ナイス、スターリン。いや、惜しい。いいパス。本当パスに関しては、マジです。いいね。もうトップだわ、トップ。CM 選手の中でも。オッケーオッケー、守ったった、ボール守ったった。ナイスナイス、デイビスナイス。モドリッチ頑張れ。うん、全然いいよ、全然守備いいよ。惜しい。ナイス。ブルーノ・フェナンデス。さあさあさあ、どうやってモドリッチ届けるか。ああ、ちょっとバスケスのところめちゃくちゃ使ってくるな、ルーカス・バスケスが。もうヒーヒー言うてるよ。モドリッチ、よしよしよし、いいよ。Now, Virgil van Dijk. Fernandez. There could be a chance in the game here. And the promise of something happening is over. うん、いいね。Modric. ちょっとバスケスが。Now, Vasquez. OK, ナイスナイス。あー！ Well, the fans have been frustrated at times today, but they know the team needs it. おっと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 。いや、モドリッチ本当いいとこいるよ。守備もめちゃくちゃいいとこいるよ。うん、いいね、いいよ。モドリッチから攻撃始まるよ。モドリッチから攻撃作ってって。モドリッチ惜しい。かなりね、相手も警戒してる、モドリッチを。もうこいつはやらせへんぞ、見て、みたいな。ちょっとやばい？オッケー。マジ？バスケスのとこや。バスケス！ルーカス・バスケス！さすがに厳しかったか。バスケスさん。バスケス。さ、金バスケさん負けますよ。レオンに。相手、沢さんか。沢さんのシュートも良かったね。おー、モドリッチ。いや、相手もやっぱ狙ってくるね。いい狙いでしたね。相手が。ちゃんと狙ってきてた。ラスト。もう時間ないもんな。モドリッチが見せてくれるでしょう。モドリッチをちょっと上がらせたい。アルダン、モドリッチ。あー、終わってまう。あ、やばい、終わるよ、終わるぞ。上がった。ジジ。
GG です。まあ、TOTY トークベーションのモドリッチどうなんか。まあ、彼の値段は100万ぐらいします。そして RTTK 能力が同じの選手は30万ぐらいかな。3倍は高い3倍は高いわ。ちょっとで、かつ能力もそんな変わってないし、だプレイスタイルのプラスがいるかどうかですね。モドリッチ使いたい方だったら正直 RTTK でいいと思います。全然強いんで、てか RTTK と同じように同じなんで、ほぼで的確なパスのプラスかながついてるかついてないかっていう風なところなんで、的確なパスプラスファンの方だったらこちら作ってもいいと思います。ただそうじゃない方は確実にスルーでいいと思います。モドリッチ好き使いたいって方だったら RTTK があるんで、なんでまあそれが一番いいんじゃないかなっていうのは思いますね。まあ軽さとあとは攻守にわたって動けるっていう選手になりますので、うん、全然強いです。 TOT 特別賞全然普通に強いけど、同じ RTTK も同じぐらい強いので、3倍の値段を払って作る必要性っていうのはないなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらちゃんと登録高評価お願いします。それではバイバイ。